Hello, Kanija san. How are you doing? I'm Crystal from Honolulu. ご機嫌いかがですか？遅くなりましたけど、カニザさんのこの2月の、リーディングを、していきたいと思います。今月は、タロットカードを4枚シンプルに使って、1枚目は、過去、そして現在、近い未来、そして潜在意識を見ていこうと思います。過去はですね、大体お正月から1月いっぱいまで、で現在はね、本当に今見てくれたあなたの今の時で大丈夫ですよ。そしてそこから変わっていく、流れですね。2月の、いっぱいまで。そうで潜在意識はそうですね、かなり、観念とかがない方だと潜在意識と今がかなり、時間差なく出てきますし、まあ遅くても、2月後半か3月とかぐらい春までにはっていう感じで、潜在意識をね取ってますよ。はい、じゃあ見ていきますね。はい、じゃあ見ていきますね。では、お正月から1月ぐらいまでの過去はどうだったでしょうか。カニザさんどんな状況だったとか、どうだったでしょうか。はい、おー、オッケー。結構ね、しんどかったですか。ごめんなさい、ちょっと待って、反対だから、9 of swordsでね、の逆位置なのね。そう、それでね、結構ね、結構、悩むっていうか悩んで何かこう、まあ私もアセンがカニ座なんでわかるんですけど、すごくやっぱセンシティブな時ってどんどんセンシティブになるじゃないですか。そして、自分のことも責めちゃうし、自分の内側が先で外が後だから、要は、精神的な世界で言えば、もう本当つまんだら痛いなんだけど、超リアルすぎるんだけど、要は他人第三者もあなたの目の前に現れる第三者は結局自分の内側が映し出した、幻想、スクリーンですよっていう風に言われるように、自分を、ダメだなとか責め出すと今度外側の人のことを嫌になっちゃうんですよね。私の場合はですけど、よくそれが起きてたんだけど、だからそうだったってわけじゃない。でももしかしたらそういう感じで私と同じような、昔私がよくやってたバッドルーティーンにハマってた人も、いらっしゃるかなと思って、でもこれはずっと続きませんからね。人間ってなんだろう、それ今度考えることに飽きたりとか、あとね、多分ね、カニ座さんだったら分かるんだけど、基本が柔らかいから、水星座さんって基本的に優しいからね、この感情のこのアップダウンを味わいに地球に降りてきて、さああなた降りてくる前に何を選びますかっていう感じで、そう水星座を選んできてるんですよね。そう、それもなんかクリスタル個人的には自分で理解して、なんか、そうなんです。なんで、そのアップダウンもあって、今度ね、そしたらね、基本的に優しいから行くとこまで多分行くのが好きなんですよね。結構水星座さんって結構マゾスティックなところがあって、それは今ずっと続くわけじゃないけど、クリスタルはそうだったのね。それでそこの底まで行ったら今度もう浮いてくるよね。浮くしかないからね、なんかもう疲れちゃって力抜くじゃん。で、あ、もういっかってなるとふわーって浮いてきて、そうすると、全部一緒に剥がれてなくなっちゃってるっていうのがそうなんですけど、結構その結構渦に巻かれてる、クリスタル的だったらそうだったのかなと思って、当たってなかったらごめんなさいね。でも結構しんどかったんじゃないかなと思って、本当に。あと、お正月から1月いっぱいやから、そうするとやっぱり震災もあったりして、もちろん今本当に直接その場にいてね、大変な思いされてあったら本当に早くね、復帰をね、お祈りいたします。で、それでね、それに全く自分が
その人たちとは何かこう、親戚の方もいないしっていう離れたところにいたとしても、そういうことに見てすごく本当に心がもう張り裂けるような気持ちで、悲しい気持ちでいらっしゃって、せっかくのお正月なのになんでこんなっていう風な感じでいう風になってた方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。優しいからね、蟹座さんはね。はい、ね、じゃあね、今現在見てみましょうね。はーい、 OK、 正直にお読みしますね。これもスターの、逆位置なんです。でもここよりは抜け出してます。よく頑張りました。で、抜け出しててほんとあとちょっともう抜け出せれてたらいいんだけど、まだもうちょっと抜け出せれなくて、自分に自信がなかったりとか、本当に世の中ってとか、まあ自分の気持ちとか自分の生活とか、まあいろんなことに関してだよね。生活ももしも別に何と言って問題なくても、うまくいってないように感じたりするじゃないですか、元気じゃない時って。で、それをいまいち、そこに行けない自分みたいなことに苦しんでたりしてるかもしれない。元気とかこういう風になれない自分に、まだあともう少しだなみたいな感じで、でもね、こういう時ってしょうがないんだっていう風にね、あえて自分の感情に向き合うっていうのは、思い切り向き合って一緒にそれごとにアップダウンしろっていう意味じゃなくて、なるほど、自分ってここまで、悲しく思ったりとかするんだみたいな、もう一人の自分をちゃんと、立てて、保護するように見てあげる。まあ母親が子供を見捨てずにワン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 三日ずくつけて泣き続けても嫌いになりませんよね。温かく見守りますよね。そんな感じでそこに、スコアをつけずにただただ、見る。そうするとその持っていたものが剥がれて解放されていくので、今結構ね、そういう時期でもあるのかなと思います。なぜかというと蟹座さんは特に来年とかすごいんですよね。そして今年の春、そうだな、5月ぐらいからはかなり軽やかに動けれるし、あと自分の行動範囲とか、人に対する愛情いっぱいじゃないですか、人情味があって。その愛情人情味が今までだとかなり他の人よりキャパ広いんですけどね、元から、まあ、このぐらいって思ってたのがもっと広がりを感じるのが、多分確実にいけるのが5月26日以降なんですけど、まあその前の結構悪だしって悪じゃないんだけど、まあ重たいものはみんなね、どの星座さんも手放させられてて、蟹座さんもそれが起きているだけど、ただ水星座の一つである蟹座さんは、水星座っていうのはもう行くなら行くまで悲しむよ、楽しむなら思いっきり楽しむよっていう、これを感じに来てるから、他の星座さん以上に、なんかこう気持ち見えるときは見いらせるところに行っちゃって出るんだろうなと思いました。いかがでしょうか。冷静にちょっと自分を見てみてください。はい、あと少しですよ。はい、じゃあね、近い未来といってももうすぐです。はい、そして2月いっぱいまでの見てみます。さすが、よく頑張りました。はい、安心してくださいっていうかね、自分の頑張りを褒めてあげるもできるし、よしって感じで、Ace of Wand、 さあ行くぞっていうね、このワンド。そしていっぱい、新芽が生えてきているの分かります。はい、ね、新しい新天地っていうのは、行動の行く場所かもしれないし、多分この流れから言ったら自分のこの中がいらないもの、ドロドロになったものを全部流し切って手放して、そしてごめんなさいね、これ男性を見ててもやっぱりね、これは別に隠すことではなく、人間の女性の生まれた体であれば普通じゃなくてね、いろいろ、まあ、ストレスない人もけど、基本あることなんで、生理ってありますよね、剥がれ落ちますよね、もう使わなくなるものが、血がね、毎月に1回普通のレギュラーはね、そんな感じでもう全部、クリーニングして手放して流れていきましたよね。すっきりしますよね。そうすると新しいエネルギーが入ってきます。やっぱスペースに行くぞっていう、よしっていう気持ちに行けます。
おめでとうございます。それはご褒美は自分がちゃんと耐えたからじゃなくて向き合って解放できたからです。絶対みんなこれを見てくれてる蟹座さんは心の極地に行けます。新天地へ行く気持ち、新天地ガッと広がります。自分の新しい意識の、広がりを感じれると思います。おめでとうございます。楽しんでくださいね。これがないってこれが分かってるからこれ言っちゃったりするんだよね。あえてね、そこのそこまで行くっていうのもこの時が知ってるからなんだよね。水星座さんっていうのは、はい。そしてね、潜在意識を見てみましょう。この潜在意識の、カードは早い人だと今すぐ現れる人もいるし、これと同時か、遅くても3月とか春先までには、それが、潜在意識が先で映し出される、周りのスクリーンがちょっと時間差があるのでね。はい、あ、ごめんなさい、見さし、あ、どんな感じの、はい、The Emperor。 これ本当に蟹座さんにぴったんこ、もうちょうどの、本当カードですね。もう本当エンプレスさんっていうのは本当に実り豊かな、愛情いっぱいの、物質的にも豊かで、もうとにかく愛情が本当に豊かで、このザクロってね、豊かさだったり、もしかすると妊娠される方もいるかもしれないです。それも一応意味にあるから。でも何はともあれ本当に、豊かな、あのクイーン、女王様なんですよね。そして、それが、自分の中でもすごく豊かだから幸せだし、それがあなたがそこにビーイングエグジスト、そこに存在するだけで、何をご飯を蟹座さんやからね作ってあげなくても、なんか優しい言葉をかけてあげなかった、かけてあげてください、かけてください、かけてあげなかったとしても、あなたがそこにいてんってしてるだけでね、もう周りが超幸せになるんです。でだからそういう蟹座さんだからこそこのしんどい夜、眠れない夜とかがあるんですよね。ねえ、本当にありがとうございます。なんかアドモアゼルアイ先生大好きなんだけど、これはね、蟹座の確か説明で昔言われてたのがね、やっぱり、例えば日本がちょっと古臭い話になるかもしれない、日本が戦後どうしてここまで、焼け野原からね、あんだけ、DF ディープな、グループさんたちにやられても、要は負け戦をさせられたわけじゃないですか。はいね。だけどその後それでも日本人はどうしてここまで私たちは、発展してこれたかって言ったら、もちろん日本人全体の、魂のレベルの高さなんですけど、蟹座的、要素を蟹座さんたちにももたらされたっていうんですよ。でまた今蟹座さんの、あの力が必要になっていくんですけどね、これから日本がもっとさらにアップグレードされていくためには。でまずどんなにその焼け野原の時期って、私も体験してないからわかんないけど、すごくご飯もなくて本当にひまじい思いとかね、すごく、豊かさじゃない反対の生活をし下げられたんだけど、例えば、少ししかないそのまあ、ご飯というか食料をね、あの蟹座さんの意識ってみんな持てれるんですね。その時期のお母さん、まあ、お母ちゃんっていうかな、お母ちゃんがおかえりって言って、そのおかえりって帰ってきた時にね、言ってくれるその言葉だけですごくね、心に火が灯ってね、豊かだなっていう生活をみんなで灯せれた。そして少量しかないご飯もね、そのお母ちゃんがね、おかえりって言ってね、みんなでシェアして食べる、そこに本当にね、そのサービスする人のその人の愛情の深さですよね。それで日本は発展してきたし、愛いっぱいで今も日本人が生きていけれる、それでね、やっぱり高度成長期になって何かしらちょっと忘れ気味になってきているのが、蟹座さんの、その蟹座さんがいけないわけじゃないよ、その日本人として忘れてきているのが、その蟹座さん的素質だったりしているから、またここで蟹座さんが活躍させられるっていうのが、そうなんです。早くて今年5月、来年とどんどんね、何かしらそのエネルギー的に活躍を感じられると思います。
はい、なんでね、まあ、ここにとにかく、眠れない夜もあったかもしれないけど、蟹座さん、心配しないでください。お疲れ様です。向こうのカードが出てますからね、とにかく、今以降は大丈夫です豊かにね、さらにさらに豊かさをね、愛情いっぱいを広げてください、もしもねこの、リーディングがカニサさんの、2月に、ヘルプになれば、参考になれば、嬉しい限りです。 Thank you for watching カニサさん、素敵なね2月をお過ごしください。はい、ありがとうございました。